さん到着しました。今夜の宿泊道の駅こちらです。今日はですね、道の駅に食堂がついているところを選びました。こちらです、ミラク園。お腹すいたね。ご飯食べに行こう。母ちゃんは？よーし、行ってみましょう。4人です。こんばんは。さあ、ファイナルナイト、この度最後の夜は贅沢に焼肉行きましょうか。道の駅で焼肉食えてビール飲めて泊まれる、うん、やばい、アネックを超える、アネックを超える。お腹いっぱい食べましょう。はいはい、じゃあみんな、この度最後の夜に乾杯。よいしょ、乾杯。お皿を配って早めに飲めますかね。いやー、美味しそう。牛カラビ、さらに和牛ハラミ、行ってみたいと思います。さらにこの名物大トロホルモンと、じゃあまずはホルモンから。ホルモン、青芋を後で焼いてくれます。和牛ハラミどこか。そもそも我が家めったに焼肉食いに行くことがないだけに、ここで焼肉を食べるとは幸せ。イエーイイエーイ。母ちゃん美味しかったね。美味しかった美味しかった美味しかった。さあ、この度最後の寝床はこちらですね。道の駅、名前忘れちゃった。下にテロップ出ますね。隣にね、ファミリーマート、そして、ガソリンスタンド併設してるっていうね、非常に調子のいい道の駅ですね。なんかね、去年、開業したばっかしの新しい道の駅みたいで、すごくね、綺麗です。施設全体が。最高の車中泊スポット、道の駅を見つけました。冬はね、やっぱスキー場の駐車場もいいんですけど、何かがあった時にね、やっぱり道の駅はちょっとね、一安心できますよね。安心して泊まれるのでおすすめです。さあ、そして今回の寝床に、ゲットイン。はい、すると子供たちはもうすでにゲームばっかやりよってからに。今日もね、ゆっくり休みたいと思います。お疲れちゃん、俺。今日もせっせとあのカフェまでウォーキング。君に会えると言い聞かせて、ゴーイゴーイ。天然パーマ、へへ。おはようございます。今日の朝は、こんな感じ。てってれー。降ってる。快適な夜でした。そして、家を出たら、10秒でトイレです。いやー、あったかい。歯磨きしてきます。岩手県は宮沢賢治と高村光太郎の、ゆかりの地ですね。さて、この旅最後のスキー。出発しましょう。あっという間に最終日。今日も 120% 楽しむ。それが天然パーマ流。毎日マイナス7度8度で朝を迎えていると、マイナス2度は暖かくてしょうがないね。全く寒くない感覚が麻痺しておりますが、皆様おはようございます。本日は道の駅花巻からスタートしたいと思います。ノーメイク。メイクしてます。あ、メイクしてたです。よーし、みんな、今日は最終日、思いっきり遊びまくるぞ。イエーイ、出発だ。まだまだ真っ白い道は続きます。見えてきました。すごーい、超でけえ。マンボさんのこれ、やってきました。5年ぶり、晴れてる。伊東高原スキー場。すばれるね。伊東高原スキー場到着しました。エスカレーターに乗ってゲレンデに参ります。ビューン、下等。5年ぶりの下等です。まずはゴンドラ乗ります。よし、青い。準備はいいかね。キャプテン。イエス。下等高原スキー場。今日がこの旅
最後のパウダーデイ、通算7個目のスキー場になります。さあ長かったようで早かったこの旅もついに最終日となりましたね。全力で滑るぞ、いいかみんな。今日もパウダーを食うぞ。俺たちはパウダージャンキーファミリーだー。 I'm sorry but it's evident Uniform 24-7 No reply when I take a step past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing visions I had And Parkers can't listen but finish what I started Paint a picture like an artist You're looking like the victim but really I am the target And I ain't asking for anyone's energy I swear medically I'm needing a remedy of therapy To stop myself feeling so heavily Mentally I haven't been acting how I'm gonna be端っこの方滑ってまだフレッシュあるからよし行ってみるぞ。スナップ滑れた？ちょっと難しかったね。皆さんこんにちは、池さんですけども、時刻は11時ですけども、なんとね、私たち朝一から入っているのになんとたったの2本しか滑ってないんですね。なんでかっていうとリフト動いてないんですね。このゴンドラしか動いてません。最終日猛吹雪です。はい、そんなわけで小鳥さんからメッセージがございます。はい、どうぞ。何のメッセージ？はい、お願いします。わかんない。はい、はい、葵さん。下島に行ってみたいなっていう人たちに向けてアドバイスをお願いします。ツリーは危ないので入らないようにしましょう。ありがとうございます。はい、小鳥さん。愛と勇気と友情はすべて捨てていきましょう。シュールやないかい。はい、すみさん。確かに。防寒対策は万全に。吹雪からのランチタイム。いただきまーす。よし、2ラウンド目行きましょう。相変わらず猛吹雪は収まっておりません。よーし、お前たち。たとえ猛吹雪だろうが滑る粉雪中毒家族だ。さて、長かった
このスノートリップツアーもついに最後のスキーとなりました。この一本でこの旅のスキーは終わりになります。最後はワンタンワンタンパウダーを味わいながら滑りましょう。よろしいですか？やだブンブンハー YouTube バイバイ。はい、どうも、池さんです。今日はですね、岩手県の下東高原スキー場にやってまいりました。というわけで、久々の東北トリップでしたけども、最後は下東高原のスーパーパウダーで締めくくりたいと思います。これが、ラストランだ。気合入れていくぞ。いや、そう。みんな食われちゃってるね。フレッシュ探して、フレッシュ。まだあるよ、ほら。うわー、そう、通行止めだったぜ。おー、うまいうまいうまい。ナイスさん、なるべく長く釣り。母ちゃんの後ろついていくような感じで、もうフレッシュを必ず踏むようにね。レッツゴー。はい、青い。スピードはあんま出さないでね。ありがとう、下東高原スキー場。また来るぞー。天然パーマ。ものすごい暴風雪のコンディション。最後の最後はなかなか厳しいコンディションでしたね、妻。どうでしたか？この今年は東北の7つのスキー場を攻めましたけども、はい、いかがでしたか？いや、すごい濃い7日間でしたね。毎日がパウダー。毎日パウダーでしたね。さあ、この旅最後のお風呂、湯本東館。これなんて読むの？仙館石温泉。いいお風呂見つけました。あれここ前も来たことない？あれ、あるかも。なんか来たことあるよね。やばい、デジャブ。なんとまた同じ温泉を見つけて。ここいいお風呂だったよ、間違いない。あ、そうだよ、ほらこんなのあったの覚えてる？それあったかいでしょ。よし、行ってみましょう。ヒビゴ、やばいっす。いいお湯すぎて長居しちゃった。やはり来たことのある温泉でした。ということはこれは引き寄せられた、導かれた。さて、それでは帰り道になります。ここからは寂しいですけどね、旅は終わりがあるから旅なのです。さあみんな、ついにここから帰り道です。家に向かってドライブしていきます。旅は家に着くまでが旅じゃい。気合い入れて安全運転で行くぜ。はーい、頑張って父ちゃん。俺頑張る。さあ、
東北道水沢インターチェンジ、こっから、地元千葉までね、一切こっからずっと高速道路のみで帰ります。頑張れ俺。さあ妻、はい、ついに帰り道になりました。だね、いつも寂しいね、寂しいね、帰り道っていうのはね、雪もないし、先ほどね東北道に乗ったんですね。水沢っていうところから乗ったんだけど、いきなり雪なくなっちゃってさ、ね、カラッカラカラッカラ。昨日までさ、うん、あんなさドキドキしながら毎日の運転をしてたのにさ、昨日までじゃない、さっきまでだよ、さっきまでさ、ツルツルのアイスバーンの上でさ、うん、走っててよ。しかも下等の帰りが一番ツルンツルンだったよ。ツルンだったね。過去最高ツルンツルン。過去最高に怖いドライブだったけども、それから1時間も経たないでさ、こんな普通の道路に戻っちゃう。まあ、今回、岩手県の八幡平下倉スキー場をスタートして、青森スプリングスノーリゾート。うんうん、そして八甲田アーニスキー場、これが今年の一発目のスキー場、うん、でその次が田沢湖スキー場、はい、網張温泉スキー場行きまして、今日下東高原スキー場、うん、この正月休みの間だけで8日間の旅、うん、7個のスキー場を滑りましたよ。すごい。1週間1日しか休まずに、うん、ずっとスキーを続けましたね。しかも7割パウダーの上しか滑ってない。そうだね。今までさ、うん、こういうスキー車中泊トリップってもうずっとやってるじゃない、うん、だけどこんなに長い期間、うん、毎日毎日パウダー当てたっていうの初めてじゃない？もしかしたらそうかもしんない、そこでね、すみさん、はい、私ちょっと感じたんですよ、はい、この東北トリップさ、一番ね、繁忙期であるお正月休みなのに、うん、こんなにこう人が少なくて、うん、ゆっくりと時間が流れていて、うん、誰もパウダーにガツガツしてない、うん、うちだけなんならうちがちょっとガツガツしてたぐらい。それからスキー場側もツリランエリアとかさ、うん、コース外とかさ、それからリフトの戦果とかね、うん、そういうところも開放してみんなでパウダーを楽しんでねっていうスタンス、なんかね心地よかったね。まあ、全てを含めてなんかすごい居心地が良かったよね。居心地よかったね、うん、この5年間でさ、僕たちは東北トリップ、北海道トリップ、うん、それから3年間の湯沢生活を経て、うん、改めてまたこの正月東北スキートリップに出たことで、うん、全体をひっくるめてその楽しみたいと思った時に、うん、今回結構その答えがあったようななかったようないい旅でしたね。そうだね。まあ、やっぱりあちこち移動しながら旅をするのが好き結局そこにいつもさ戻ってくるんだよね。結局俺たちは一箇所に拠点するっていうのがあまり得意じゃないというかね、旅が好きなんだね俺たちは。やっぱりまあそうだね、でもこれって俺たち20年間変わってねえんだよ。23年目今年で。ああ、まあそうだね。うん、なんだからこれからも続くんだろうなって思った時、うん、まあやっぱりバンライフとかさ、車中泊ブームとかって言われてんだけど、うん、俺たちがやってるのはやっぱムーブメントに乗っかってるんじゃなくて、うん、ライフスタイルを一貫して、うん、ずっと続けているっていうだけのことなんだなって改めてね、再確認。そうだね、うん、まあ総合的にいろんなね、初めてもアリーノの旅だった。でそのうちほら5つはさ、初めてのスキー場を巡るっていうね、いろいろとこう初めて尽くしの旅だしたけども、俺たちはずっと旅を続けてる。そしてこれからも続けていくでしょう続けていくでしょう。さあ、流山インターですね。岩手県水沢インターから乗り、常磐道流山インターで降ります。4時半に高速に乗って今12時48分だから7時間だやっぱり。いやーお疲れさんでした。妻、お疲れ。父ちゃん、運転ありがとう。どういたしまして。最後に、走行距離を発表して終わりたいと思います。
さあ今回の旅、総走行距離は 17,350 キロでした。お疲れちゃん、お礼。